Ne. Boy. Nani? Ah? Nani? Yeah.久しぶりだな。話がある。ああ。兄貴に気安く話しかけんな。兄貴。失礼だろうが。あっち行ってな。俺はこいつに話があるんだ。兄貴に向かってこいつだぞ。お前らに用はねえんだ。少しの間席を外してくれ。ふざけるな。席外すのはおめえの方だろうが。 ここじゃ店に迷惑がかかる。表へ出ろ。お前らみたいな奴が。 まだこの町にいたとはな。何が言いて。身の程知らずってことだ。 言うじゃねえか。でもその口すぐに聞けなくしてやるぜ。やれ。
お前らに恨みはねえんだ。これ以上怪我させたくねえ。うるさい。そんなもんちらつかせたら遊びじゃ済まねえぞ。やめろ。お兄貴、お前らが金は相手じゃねえ。しかしこいつは店に戻ってろ。言う通りにしろ。はい。 気が乗ってねえな。奴ら射程じゃねえ。兄貴兄貴と言って勝手についてくる連中だ。相変わらず若い奴からの人望はあるんだな。ふん。もう他人とつるむのはごめんだ。登場会に戻ってくれ。お前が必要だ。俺にとっちゃ必要のねえ場所だ。ほっといてくれ。 話は姉さんから聞いた。そうか。ならなおさらだ。ほっといてくれ。そうはいかない。今は組の存亡がかかってる。登場会がどうなろうと俺には関係ねえ。お前は登場会に恩があるはずだ。今のお前があるのは組と堂島組長がいたからだろう。 あんたにそんなこと言われる義理はねえ。俺はな、キリュウさん、あんただけは信用していたんだ。憧れの存在なんだ。けど今は違う。親父が殺されてから徐々に組はおかしくなった。今はもう体張るだけの価値はあの組に残っちゃいない。よく分かってるじゃねえか。ああ、 お前の言う通り、今の登場会にそんな価値はねえ。幹部連中も金勘定ばかりして、昔の意向はなくなった。でもな、俺はまだ信じてんだ。何をだ。風間のおやっさんや島野、そしてお前のおやっさんがいた頃の強い登場会を もう一度あの頃の登場会に戻るには、お前が必要なんだ。勝手なこと言いやがった。1年前組をめちゃくちゃにしたのはあんただろうが。そうだ。だから俺はその責任を取りに来た。何しやがる。どうだ、少しは目が覚めたか。 変わんねえな。昔から力ずくでことを動かそうとする。そうした生き方しかできなかったからな。俺も同じだ。力で来るものには力で向かっていくだけだ。 Ha!
登場界の運命は全てこいつにかかってる。